立憲民主党・枝野幸男、デマ流すも安倍首相が論破。本日放送された NHK の日曜討論にて、立憲民主党の枝野幸男さんが、各党派が真摯に憲法議論ができる環境を作れ、憲法議論しないのは自民党のせいだとデマを流しました。それに対して安倍首相が、枝野さんがいろんなことをおっしゃったが、安倍政権の間は憲法を 議論しないでは国会議員の責任を果たしていない。憲法審査会で正々堂々と議論するべきだ。私たちは案を示していると反論いたしました。この憲法審査会なんですが、立憲民主党の幹部は開きたいと思っているのに、江戸野さんが拒否して妨害しているとされております。こちら憲法審査会で本格的な議論が始まってしまいますと、 憲法で意見がバラバラな立憲民主党が空中分解すると見られており、枝野さんはそれを危惧してるんじゃないかと思われますが、枝野幸男さんには、立憲民主党には通り、党利党略ではなくて、国民のためにですね、日本のために、しっかりと憲法改正に関する議論を、国会で憲法審査会で行っていただくように、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました